潜水艦の魚雷発射艦からのマイナス1 2 5ーランスの発射に用いられる耐圧カプセル。胴体側面にシーランスと大きく書かれている。シーランスはボーイング社がアメリカ海軍向きに開発していた対戦ミサイル。アスロックやサブロックを更新するものとして1980年代に開発されていたが実用化話されなかった。海軍より発注を受けて、 1982年より開発が開始された。開発当初は、水上艦搭載用のラム -125 と潜水艦搭載用の -125 の2種類が開発されることとなった。シーランスは対戦ミサイルであり、空中を飛翔後、弾頭を所定海面に投下するものである。潜水艦からの発射においては、耐圧カプセルに封入され魚雷発射艦から、 発射される。ミサイルは海面に浮上後、ロケットにより飛翔を開始する。水上艦搭載型は、マーク4 1 v l s より発射する予定となっていた。開発当初は、弾頭として、W89 核弾頭を核爆雷として用いる予定であった。途中より、マーク5 0魚雷を弾頭として用いる M-125B も開発されることとなった。 ミサイルの最大射程は約 185km であるが、誘導魚雷を弾頭に用いる M-125B では、標準、探知の限界により、収束体一つ分に相当する約 65km に抑えられた。技術的混乱により、1983年にはラム -125 の開発は延期された。1986年には開発を再開。 全規模開発に移行し、1988年には、各兵器搭載型の開発は中止し、通常兵器型のみの開発となった。また、水上艦搭載型の開発も再開されている。しかし、1990年には、財政上の問題により開発中止となった。そのため、本ミサイルの開発中止とサブロックの退役により、アメリカ海軍の潜水艦は、 対戦用スタンドオフ兵器を有しなくなった。水上艦向けには1993年から VL アスロックの配備が開始された。ありがとうございます。